入りましょう。この別の桜が咲きそうな感じですよね。もうちょっと青空だったらいいんだけどね。明日雨じゃなかったらちょっと北山霊園の丘歩いてみようかななんて思っています。いや、愛宕山の方がいいかな。はい、じゃあとりあえずね、最後のところまで行って、終わろうかな。この辺咲いてないんだよな。またこの辺も種類が違うのかな。なんかそんな感じするよね。咲いてないんだよ、ね、枯れてるだけの可能性もあるけど。でもつぼみっぽいのあんな。まあなんだろう、葉桜っぽくなってるっちゃなってるけども、つぼみっぽいっちゃつぼみっぽいっちゃつぼみっぽいんだけど全然わかんないからね。あ、この辺は、あ、この辺はすごいね、お見事だね。あ、お見事だけど、ちょっとさすがにもう降りるのはめんどくさいね。あ、ここ下か。あ、下はこれ人工的に植えてるからな。なんか人工的に植えてるのはなんかちょっと違うの。まあこんな感じでございましたけども、いかがだったでしょうか。飯田ダムの桜でした。終わり。